にちは、ドリブルデザイナーです。今日はドルトムントのサンチョ選手のプレーを解説したいと思います。最後まで見てもらえるとドリブルが仕掛けたくなる、で勇気を持ってね、縦にどんどんいけるようになると思うので、ぜひ見てください。サンチョ選手、まずですね、縦一線が強い、仕掛ける量が異常、うまくいかないときは距離感が近すぎてディフェンスとぶつかることが多いです。距離感が近すぎる理由とかもあるので伝えていきます。近すぎて取られてしまうっていうのすらも彼の場合は布石だと思ってます。もちろん抜けたらすごくいいんだけど、抜けなかったとしてもそれが良くなるっていうものを伝えていきます。サンチョ選手は今みたいに1対1で仕掛けるときにすごく近くにいてもそのまま縦に行こうとするんですね。でもちろんそういう時取られてしまうんですけど、彼の場合はそれをたくさんたくさんやることでディフェンスが縦にどんな時も来るぞっていうマインドになってくると。でディフェンスがちょっとでも遅れた場合は縦に行くふりして中行ってっていう感じで、中に対してシュートが得意なので道が切り開けています。カットインが苦手な選手であっても縦の怖さを何度も何度も植え付けることで作っていくことができるので、カットインが苦手だよっていう人も縦にドリブルを狙ってやってみてください。そしてですね、なんとここまで見てくれた皆さんにプレゼントがあります。なんでプレゼントって思うと思うんですけど、なんとプレゼントはサンチョ選手のもうワンプレーすごいとこ伝えます。めちゃくちゃいいですよ。シュートが得意なので、そのシュートを生かしたドリブルをします。彼はそういうね、怖さをディフェンスに植え付けてからのプレーがすごい得意です。やってみます。はい、今みたいに僕たちはチョンドンって呼んでるんですけど、テンポ的に横に動かしてチョンで、すぐにドン、チョンドン、このタイミングですごい強いシュート打てるので、チョンドン蹴らずチョンドンでシュート打ちます。もう一回こうやってやったら、チョンドンチョンドン、ちょっとでもね、ディフェンスがシュートの怖さを感じてブロックを大きく出してしまったりすると、次のタイミングで本物のチョンドンが来るので得点を重ねられてます。ぜひそれも含めてやってみてください。さよなら。